この放送は日本世界各地の旬の最高クラスの食材と料理人の最高の技術によって新しい体験をお届けする大手町ブルーズ東京の提供でお届けいたします深夜にいきなり配信が始まりました、えー、世界を楽園にする映画監督アーティスト、えー、増山麗奈です。 えー、私があの小野誠二先生とまた森永康平先生と、えー、出版をいたしましたチャット GPT に聞いた「日本経済復活論」という絵本が、えー、無事出版されました。えー、本日著者のお一人であります、えー、森永康平先生に急遽ご多忙な中お時間取っていただきましてこのような 絵本販売記念ライブ配信をさせていただいておりますえー、森永先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、あの早速ですけれども、も、えー、これどんな絵本なのかとか、あの先生が書いていただいたあの原稿の内容とか、あの、えー、概要を教えていただけたらと思います。まず、先生、そして格闘家になられたということで。 あのご転職おめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。また、ちょっと来月も格闘技の試合がありますので、<laughs> はいはい、えどこであるんですか？今度は新宿であるんですけどもそうなんですか？来月何日なんですか？10月の14日ですね。14日ですか？土曜日です。はい、あの私も多分日本にいるんじゃないかなと思うので、調整させていただきたいと思います。 はいあの今日はですねあのこの放送に、えー、この本の著者のメインである小野誠二先生が参加することができません実は先生3週間ほど前にお電話でお話しした時に余命が1ヶ月だというふうにおっしゃっていましてできたら小野先生の あの声もこういった YouTube などで残したいというふうに思ってたんですがご、えー、家族とご相談もさせていただいたんですが今 Zoom も含めてこういったことができるような体調ではないということで小野先生の思いを私絵、えっと絵本の原稿を書かせていただきながら あの世の中に広めたいと思ってえ取り組んだということで、あの皆さんと共有させていただきたいと思います。では、あの森永先生、あのご自身のパートを中心にぜひご紹介の方お願いできますでしょうか。また、あの本日 MMT を広げる会の マツダさんに、えー、ズームのシェアとかもしていただいているんですが、画像の方のあの変更とかいうのも、えー、していただきながらご解説お願いいたします。はい、お邪魔いたします。MMT を知ってほしい次会の松田です。どうぞよろしくお願いいたします。この本まだアマゾンであの評価いただいているんですが、まだ星が4なので、ぜひこの、えー、視聴していただいている皆さん。 えー、お手に取っていただいて、あの緩めなあの応援、コメントを、えー、出していただけたらと思います。そんなわけで、森永先生、よろしくお願いいたします。はい、そうですね、まああの、日本の経済政策を考える際にですね、まあ、大体何をするにしても、はいね、必ず財源が必要であると、はい、いうことが常々言われておりまして。 はい、これはいわゆる、えー、財政均衡主義と、はい、つまり何,何かをするんだったら、代わりに何かを削らなきゃいけないとか、はい、何かをするんだったらあ、新たに税収を増やさないといけないと、はい、このような、まあ、誤った考え方ということで、ずっとこの30年間、経済政策が行われてきた結果、はい、日本経済というものは、世界の先進国に比べると、高い成長を続けられなかったと。はいはい まあいうふうに、えー、私は考えています。はいで。もちろん、その日本のいわゆる主流なコメンテーターの方とか学者の方たちは、まあ日本のいわゆる国の借金というものが膨れすぎてしまうと、はい、えー。日本が財政破綻をしてしまうので、はい。やはりその財政状態は健全にしておかなければならないと。はい。まあいうことを、まあ常々言ってきていて、 はい、多くの国民はそちらの方が正しいと、まあ、いうふうに考えている現状があり、はい、むしろ私たちのような発言、考え方というのは、まあ、こう異端というか、はい、ちょっとおかしなことを言っているんじゃないかというふうに見られがちですと。はい、で、まあ、そこに対して、まあ、私は特にいろいろとこうデータなどを使って話を進めてきたわけなんですけれども、はい やはりこのデータを使ってどうとか、経済学的にどうという話というものは非常にとっつきにくい話でありまして、はい、あまりこう興味のない方であるとか、あとはお子さんとかですね、まあ、そういう方からするとちょっとこう、まあ、よくわかんないというか、どっちが正しいこと言ってるのかもよくわからないよねというふうに聞き流してしまうことが非常に多いんですけれども、はい、まあそこの私の悩みを 解決してくれる一つの手段がですね、まあ、やはりその視覚的に入りやすい絵本というソリューションがあったのかなというふうに思っていまして、はい、まあ今回、その私自身はですね、まあ、とは言いながら絵を描ける人間ではないので、まあ、そのデータの部分であったりとか、えー、まあちょっとこう解説的なところだけを担当させていただいたわけなんですが、はい、まあただ本書はこう絵本で。 説明してくれるという形になっていますので、まあそういう意味ではちょっとこう、いわゆる経済学書とかですね、はい、専門書はちょっとなんか難しくて読むのが嫌だなという方ももちろんいると思うので、まあそういう方にね、ぜひ手に取っていただければというふうに思いますし、はい。まあ何よりもですね、えー、小野先生が、えー、こう人生をかけて伝えようとしていること、これをやはり、まあ読んでいただくことが 小野先生にとっても、まあ、その、作った甲斐があったなと思っていただけると思いますし、はい、まやはりその、ね、それだけのものをかけて、えー、何かを発信するっていうのは、読み手にとってもね、それだけの覚悟を持って、まあ、読むべきだと、少なくとも僕は思いますし、まあ、そういう力を込めている本であるということを理解した上で、まあ、そういうのを理解していただいた上で、かつでも肩肘張らずに、 まあ絵本ですから、はい、まあそういう意味でこうお気軽に読んで理解をしていただければなというふうに思っておりますはいその小野先生はどんな活動をされてきたのか。 初めて放送を聞きになる方もいらっしゃるのであのシェアしていきたいと思うんですけれどもあのもう20年以上前から国民一人一人にお金を直接配れば日本経済が元気になるんじゃないかということを日本で最も正確な経済シミュレーション日経ニーズで発信を研究とデータを集めて発信をされ それが100人以上の国会議員の方もあの質問100回以上国会で質問も受けながら資料として提出されながらノーベル経済学者の先生を日本に招聘されたりなどして発信を続けられてきました。 しかし、ある時から財務省にブロックがかかったような形で、国会議員の先生方も小野先生から連絡取れなくなった時期があるということも伺っているんですが、結果、日本はその政策を取らないまま、失われた10年、20年、30年という形で失踪を続けています。私は2週間ほど前はベネチア国際映画祭に行ってきまして、 いろいろ海外を回る機会が多いんですけれども本当に目に見えて日本の衰退を肌で感じていますこの本は主にドバイで書きましてで華やかに成長していく街の中で日本のことを思って書いていました日本の中でも本日参加してくださってます諸星太夫さんや小野誠二先生と一緒に何度もですね、外務省に、えーえー 何度も行きましたよね消費者庁も行ったし財務省も行ったし厚生労働省も行ったし、えー、追加一律給付してほしいということを言いましたけど国内で訴える限界みたいなものも感じながらあの無力感にもなったりするところもありましたなので、えー、最近は海外とつながりながらの発信多いんですがでもやっぱり日本愛しているので。 このまま元気なくなっていくのは見ていられないので変えたいなっていう思いがあります。そこでこういった絵本という形で分かりやすい言葉でこの先生のスピリットを伝えられたらいいなと思って書いたのがこの本になります。ぜひ多くの皆さんにお手に取っていただけたらいいなというふうに思ってます。あの森永先生の部分はデータも添えていただいて。あの えー、アメリカやイギリスは、えー、お金をきちんと作ってばらまいているけれども、えー、それによってきちんと経済自身も活性化しているというようなことも、えー、伝えてくださってまして、あのー、最初は絵本でわかりやすくその後それをあのしっかり学術的にも理解していけるというような内容になっているかなと思いましていや松田さんこんな全部線引いて読んでくださって本当にありがとうございます申し訳ないです 私も作って出したばっかりでその後全然販売の方がフォローできてないものですからえ放送をお聞きいただいている皆さんぜひ書店やあの、えー、オンラインでお手元に、えー、あの手に取っていただけたら嬉しいなと思っております。15分と言いながら15分ぐらいになってしまいましたのであの森永先生何か。 えー、ちょっと思いだとか何かあのあのご意見ありましたら、えー、いただけませんでしょうかそうですねちょうど、えー、今日急遽このライブ配信をやるということになったんで全然やらせとかじゃないんですけど、はい、たまたま <laughs> 今週ちょっとラジオとかでですねいろいろニュースを触れることがあったんですが、はいはい、やはりそのニュースの中でくしくも扱ったものがですね はいまあ、消費税を19%に引き上げた方がいいというような、はい、発言を経団連の人が言っているだとかですね。えー、19%になるんですか、はい、いやまあ結局、まあ、増税に近いような話とかですね、まあ、いろんな、はい、いわゆる有識者の方だったりっていうのがしていると。はい、でまあそれ以外のニュースでもですねこう、はい、国の債務が。 はい、え膨らんでいるからこれはちょっと財政的問題があるとかっていう話であったりとかですね、はい、まあ家計支援としてばらまきはそろそろどうなんだとか、はい、まあ残念ながら意図せず今週もやっぱりそういうニュースをいっぱい目にすることがありまして、はい、まあなかなかこの環境を変えるのは難しいなとこ、はい、の先生よりもですね私の方が活動歴は短いわけですから。 活動歴の短い私ですら、なかなかこの分厚い壁を崩すことはできないかもしれないと、時折やっぱり弱気になってしまったりするわけなんですが、ただそんな中ですね、私よりも何倍もずっと戦っているですね、小野先生と思いを一つにしてですね、こういう絵本という、ちょっと一見、経済とは全然関係ないようなアプローチに見えるかもしれませんけども、なるべくそういう。 手法も使いながら、一、はいえー、人でも多くの方にこう手を取っ,手に取っていただいて、はいまあ、理解を深めてもらいたいという気持ちは本当に強くありますので、はいまあ、なかなかあのこういう本を、ね、手に取ってくださる方っていうのは、実はそもそも理解している方が読むっていうケースがほとんどでして、はい、むしろこういう考え方はおかしいだろうとかって思ってる人たちは、なかなか手に取ってくれないという実情がもちろんあるのは理解してるんですけども、はい、ただやっぱりそうであっても、 こういう絵本という比較的誰でも入りやすい手法を今回取ってますので、はい、ぜひ一人でも多くの方に読んでいただけたらいいなと思いますし、あ結果としてなんか日本の政策が、ねはい、ちょっとでもいい方に変わってくれれば、はい、日本人としては嬉しい限りだというふうに思います、はいはい、ありがとうございます。 この本あの私絵を描くスピードが遅くてですね小野先生にこの本作ろうと言っていただいたのがもう1年は経ってないけど10ヶ月ぐらい前だったかなと思うんですけどなかなか筆が進まなくてある時ふと小野先生に「増山さんあんまりスピード遅いならもう AI で描いちゃうよ」って言われてで私去年の8月ぐらいから AI アートを始めて。 AI を舞台美術とか映画の中でも活用してるんですけどあそうかその手があったなと思いながらな、ね、リアルな手で描いた部分ともう AI で描きますって言ったこと両方あるんですねでなおかつあのそのじゃあ AI でシナリオも一部考えてもらおうかという話になったんですなんでかというとこれはあの小野先生とあ長くなったのでもしあの森永先生お一人にもうちょっと喋っていただいたらもう少し頑張って まえ、あのお付き合いいただいたら嬉しいですが、あの小野先生はお孫さんいらっしゃらないんですけど、あの架空のお孫さんっていう形で若い世代に伝えるストーリーっていうあの手なんですよね。でも、小野先生の話をリアルに伝えるだけだと、なんか夢がなさすぎるんですよ。 おじいちゃんは30年前から言ってきたけどダメだったみたいな <laughs> こんな絵本ダメでしょっていう感じで <laughs> 子どもに夢与えられないでしょうっていうことでなんかこのシナリオももう一展開できないかなみたいなところをあのチャット GPT にあの相談しながらですね進めたところがありましてそうしましたらその人工知能も、まあ、この今の日本経済をえ活性化するためには こういったその現金給付が有益であるというようなことをあの結論を導き出していたんですよね。ですので、あのまあ、人工知能が言うんだから、間違いないんじゃないか。っていうところがあったりとか。あと何というか今までまあ、ジャーニーズも今崩壊してきてますけど、今まで日本の上にあった固い。岩盤みたいな成長を拒む重。い あのかさぶたみたいなそういったものが剥がれ落ちかけてるタイミングなんですよ。なのでこの今まで小野先生が何度も何度も訴えてきたことを、えー、人工知能が今後いろんな業界で入ってくる中でこうある意味 AI と共に実現するこうより活性化したあのクレバーな みんなの夢が叶う社会っていうのはあるんじゃないかなというふうに私考えていまして私は a i b i c i イコール a i アートっていう原稿をですね書きました Amazon のコメントでは厳しいあの今日のコメントも頂い,いてますけどこの人工知能 AI っていうのは人工知能でベーシックインカムが BI あと CI っていうのはコンシャスイノベーションつまり意識革命なんですよね でこれはあの論理的に正しいとか正しくないというだけではなくて私たち一人一人がこうマインドを変えていくっていうことで生き方や社会や組織の在り方っていうのがあの変えられるというふうに感じてます。で日本はこの3つのセットが同時に成長するのに必要なのかなと思っていましてそれが AI アートでなおかつ AI は「愛」と読むので。 や,はりやっぱり愛でしょみたいなことも書いているんですけれどもあの、えー、ぜひ私の原稿もあの母を亡くしながらですね、えー、ドバイで悩みながら書いた原稿なのであの読んでいただけたらなと思いますそして、えー、本を見ていただきながらこういったあの松田さんや物星さんにご提案していただいて 作ったこういったライブ配信をですね通じて社会全体が柔らかく成長してお一人お一人が良い形で変化していくような そんな場になってもらえたらいいなっていうふうに思ってましてえそこを本当3ヶ月後まであのいつもスケジュールがいっぱいと伺っているご多忙なあの売れっ子の,あの森永先生に時間をも作っていただいて本当に感謝しております。ありがとうござい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 ます。はい。 そんな感じでございます。あの先生の,あのお時間があるので、もし最後コメントをいただいて、あのえー、ご先生がお時間があったら退席していただいた後、えー、諸星さんや松田さん、もし何かフォローがあったら言っていただけたらなと思いますが、先生、何かありますでしょうか。まあ、あの先ほどお話しさせていただいたのが、私のこの本に対する、はい、まあ思いであります。はい でまあとにかくねなかなかいろいろやってはきましたけど、はい、変わらないなっていう、まあ、正直な思いはありますが、まあ、ただ諦めたらそれでおしまいになっちゃうので先生が諦めたらおしまいですよなんであのぜひ私と一緒にあの、えー、あの夢を実現する大人みたいなやつをですねあれなんか社会変わるんだみたいなことを お母さんなんでこう見えてもちょっと2回離婚したけども2人娘がいるんでかっこよく生きていきたいっていうのがあって娘たちに言えないんですよあなたたちの夢叶いません無理ですとか言えないんでうんそうなると実現するしかないっていうところに母をやって追い込まれるんですよね私だけかもしれませんがなんか私はそういう性格でだとしたら夢は叶えるしかないというところに。 だとするとでも逆にそういうふうに思っていくとなんか私個人史で言うとものすごいこの数ヶ月半年とか数ヶ月ですごい勢いで夢が叶っていってる状態がありましてで国際映画祭のレッドカーペットも歩きその代表たちと一緒にじゃあ来年までこんな映画を作ろうとかいうことが決まっていったりとかあ,のありがたいことに次々あのこう 今までやっていきたいと思っていたことが、えー、実現しつつあってできたらこういったなんかポジティブなワーみたいなものをこう先生みたいに転職もされながらそ地上波テレビの中で <laughs> こう必死に頑張っておられる姿を拝見しておりますのでそういった先生とも思いをつなげながら日本も変わるんだよっていうのをもし国内だけでダメなら海外にパンチも食らわしていきながらですね でもその思いは日本に風穴を開けるっていうところなんですよね。そういったことができると、まずですね、先生、森永先生、CI、コンシャスイノベーション、意識革命で自分のブロックを外すっていうか、あのそういったことをしていただいてと、偉そうなんですけど、でも、限界を決めなければ、方法はあるはずだと思ってまして。 あのそれをこういった絵本の,あの販売記念というか発信を通じて視聴者の皆さんにアイデアを寄せていただいたりとか何か時々こんな感じで続けていこうというふうに松田さんと諸星さんにご提案をいただいているので視聴者の皆さんと一緒にあの相互にアイデアを出していったりとかしながらどうすればどの切り口でいけばよく変わるのっていうことを。 あの考える場になったらそれこそがその小野先生と森永先生すごい似てらっしゃるところがあるなと私感じておりましてまだ森永先生とは直接はお目にかかったことはないんですがご著書とご講演とあのテレビを通じて活動を拝見してで 2人とも子どもの教育をすごい取り組んでおられるところや視点が優しく深いところが似てるなというふうに思ってましてこういった温かい目をその次世代に向けられる大人がこういてでそれが若い世代にもあ小森永先生のような若い世代にもそういう希望の方いるんだなと思ってそれで今回ご寄稿をお願いしたんですけれどもぜひ なんか諦めないで済むにはどうしたらいいのっていうのをこの絵本を通じながら連続して発信共有できる場になったらいいなぁと願っております。ぜひ何回かやっていこうということなので視聴者の皆様もあの、えー、感想なんかも送っていただいたりしながらあのと思ってます。本当にありがとうございます。ああの 小野先生がまだ生きてらっしゃる間にこの第1回の放送できてよかったと思ってます。小野誠二先生が生涯かけて取り組んできた思いをなるべく分かりやすく絵本にまとめたつもりですので、ぜひお手に取っていただけたらと思います。本日は長時間、最後まで森永先生もお付き合いいただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。 また先生の番組もよかったら私いつでも駆けつけますので読んでくださいあ、はいわかりましたありがとうございますはいありがとうございますじゃあ,あのまつ、最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございますチャット GPT に聞いた絵本日本経済復活論は Amazon 全国書店等にて好評発売中です ぜひお手に取ってご覧ください。この放送は、ブルズ東京、皆川新一郎さんの提供でお届けいたしました。こういった放送を続けていきます。応援してくださる皆様おられましたら、個人、企業様とも募集しております。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いいたします。